プジョージャポンはかつて存在したプジョーの日本法人である。2008年4月1日にシトロエンジャポンと合併し、プジョーシトロエンジャポンとなった。1989年、フランスオートモビルプジョー社の完全子会社としてプジョージャポンが設立され、1990年10月にはプジョー社の独占輸入権を得た。1993年に 英国の商社インチケープドットウェルトの合弁企業、インチケープ・プジョージャパンに変更。その後、2000年にインチケープ社が撤退し、同時に社名も、プジョージャパン株式会社と変更された。2003年、全世界統一のショールームの新 CI コンセプト、ブルーボックスを日本ディーラー網に導入。青と白の宝石箱というコンセプトになっている。 2004年、東京都で、プジョーディーラーを展開していた、日照祝い,い自動車販売の経営権を、創日から譲渡され、同社は、子会社、プジョー東京とされた。2008年4月1日より、シトロエンジャポンと統合し、プジョーシトロエンジャポンが輸入を行うことになった、正規販売網として直営店を含む100店舗以上の、プジョーディーラーは合併後も、シトロエン販売網とは、 独立して存続し、日本における、プジョー車の輸入、販売、整備を行っている。プジョー所沢プジョージャパン説については、新東洋企業、西部自動車販売、オースチンローワージャパン、スズキなどが、プジョーの輸入、販売を行っていた。ありがとうございます。